まだ戻ってこない。師匠に何かあったら。見ろ、泣いてる子がいるぞ。何かあったのかな。声をかけてみようぜ。師匠が火山小石を取ってくるって言って店を出たまま帰ってこないの。守衛のおじちゃんたちにも話したけど、今部族は人手が足りないし、そこの地形は険しくて魔物や悪いやつらがいっぱいいるからって。ひとまずできる限りの準備をして、それが済んだら師匠を助けに行くって言われたの。でもそれじゃ手遅れになっちゃうよ。助けてくれるの？よかった。さっき守衛のおじちゃんが偵察した場所、地図に書いてあげるね。ここに長英師匠がしばらくいたんじゃないかっておじちゃんたちが言ってた。もしかしたら悪者に追われて影縫いの針のあたりまで行ってるのかも。もしそうだったら、お姉ちゃんお願い、長英師匠を助けてあげて。お姉ちゃんお願い、長英師匠を助けてあげて。地図を見るとこの辺りみたいだな。周りをよく捜索してみようぜ。油断するなよ。あっち行って。あそこを見ろ。あの人がオイラたちの探してる長英師匠じゃないか。こいつもしや噂の旅人か。どっから出てきた。強すぎる。野郎ども、つらかるぞ。撃つは捨てろ、全部だ。こいつもしや噂の旅人か。どっから出てきた。強すぎる。野郎ども、つらかるぞ。うわ、あいつらそそくさと逃げてったぞ。しかも判断が早い。ありがとう。君たちがいなきゃ崖から落とされるところだった。まさかあの有名な旅人が助けてくれるとは。今日は本当に運がいいみたいだね。おっと、ごめん、自己紹介がまだだった。私は長円。最悪の運勢だったけど、今さっき幸運に恵まれた宝石職人だよ。あの子に、心配をかけてしまったようだね。店を出た時は2日くらいで戻れると思ったんだけど、まさか影縫いの針の近くで新しい火山小石の鉱脈を見つけるなんて予想してなくって。しかも香料も多いし純度も格段に高いときた。だからそこで火山小石を採掘してたんだ。たくさん取れたし、そろそろ引き上げようとしたら、小石に含まれる粘素が魔物を引き寄せてしまってね。それに君も見ただろうけど、この間ずっと上にぶら下がってた影縫いの針が落っこちたせいで、辺り一面に大きな穴が開いてしまったんだ。私が見つけた鉱脈は端にあったから、その影響を受けずに済んだけど、今や驚いて興奮した魔物がそこかしこにうじゃうじゃしてる。私はパニックになりながらも魔物を迂回する道をどうにか進んだよ。ところが外に出た途端、運悪くさっきの盗賊たちに見つかってね。君たちがちょうど来てくれて本当に助かった。小石を持ったまま逃げたのか。
そんなに危ないなら石を置いてけばよかったじゃんか。ほとんど置いてきたよ。この一番純度の高い小石以外はね。これだけは絶対に持って帰らないといけなかったんだ。ラゾーリ、それとかわいそうなニエガちゃんのためにも。ああ、知らないのも無理ないか。ラゾーリは昔、コメを作る職人だったんだ。ニエガちゃんはその彼女の娘だよ。ああ、でも彼女はもうコメを作ってない。普通の鍛造の仕事しかしてないんだ。シロネンのことを知ってるのか？ラゾーリは彼女の話になるとこれでもかって言うくらいにいつも褒めるんだ。コメの造形が最も深い人、一族の未来、職人の最高峰。こんな風に称賛の言葉が絶えなくってね。ラゾーリは口にしないけど、彼女にとってコメを作ってた日々は今でも懐かしいものなんだと思う。娘のためだよ。ニエガちゃんが不幸にも重い病気にかかってしまってね。ラゾーリは全てを放り出してあの子の看病に専念するようになったんだ。ニエガちゃんの病状が一番ひどかった時のラゾーリはまるで泥沼に沈んでいく松明のようだった。一生懸命光と熱を発しながらも足元から泥水がどんどん押し寄せてきて、でも幸いなことに医者の薬と大霊の加護のおかげでニエガちゃんの一度消えかかった命の炎は再び燃え盛った。それからあの子の体調は徐々に回復していってね。まだ体は弱ってて家の中で安静にしてなきゃいけないんだけど、もう手紙を書けるくらいには体力が戻ったんだ。ニエガちゃんはよくあのシロネンにも手紙を出してるって聞くよ。あの子の将来の夢は古名を作る名職人になって、かつてお母さんが誇りに思っていた職務を引き継ぐことなんだってさ。あと何日かしたらニエガちゃんの誕生日なんだ。それでラゾーリがわざわざ私に頼んだんだよ。あの子の誕生日プレゼントのために純度の高い火山小石を探してきてほしいってね。そっか、大事な石なんだな。こんなに綺麗なプレゼントをもらったらニエガもきっと早く元気になってくれると思うぜ。ありがとう。あの親子もその言葉を聞いたら喜ぶと思うよ。さて、あんまりイミシュを待たせるわけにもいかない。そろそろ戻ろうか。そうだ、よかったら明日一緒にラゾーリに会いに行かない？小石を取られずに済んだのは君たちのおかげでしょ。大事な小石を守ってくれたんだし、同じくらい重みのあるプレゼントをもらってもらわないとね。おう、気分が良くなれば病気も早く治るだろうしな。もちろんオイラたちもちょこっとプレゼントがあれば気分が良くなるっていうか。そんなわけないだろ。それにシロネンに連絡して作らせるってエンジンが言ってたじゃんか。余計なことしない方がいいぞ。オイラたち普通のプレゼントで十分だからな。イヒヒ。安心して、絶対に満足する代物だから。それが何なのかは明日ラゾーリが教えるから待っててちょうだい。